もう、お仲間連れてこれねえだが。何？悪いけど、お侍様一人じゃ心もとねえだで、ほれ、あの天将。先生はいらぬ。おしゃぶり様。なんだ？えらく刀に疲れたもんだって。侍。勘兵衛君もしつこいね。都はこのまま神田村に向かって、天守閣守備隊以外の野伏せりはみんな回れ。行き。様も菊千代様も当然だな。あはー、盛り上がってきたぜ。一丁もんでやるか。みんな聞いて、勘兵衛君なら正面突破なんてありえない。絶対二の手三の手を仕込んであるはずだ。やっちゃって。やっぱり向け、進路揺らぐな。やはり策はなしですか。無論だ。何故そんなことを聞く。あの娘の思いを断つためにわざと言ったのかと。参りますか。お侍様、ご恩を。何も言うな。わしを待つな。わしの心はとうに枯れている。水の匂いは見出せまい。罪なお方だ。昔からそうだった。あの娘全部捨てるつもりだったんですよ。無駄口が多くなったな。何をごちゃごちゃ抜かしやがる。やるぜ。よっしゃ、来いや。
やあ、どうやら間に合ったようですね。定八殿、官兵衛殿も案じておりましたよ。さあ、先生が。いや、私は私のやり方で行く。動ける者は怪我人を運んで村に戻れ。達次郎君、随分とまあひねくれたもので。おお、やるね、九太郎さん。どうしたんだよ、官兵衛君。裏を書いて何か仕掛けてくるんじゃないの？なんでそんなにまっすぐ飛んでくるの？君はそんなに頭の悪い侍だったの？いつもと手応えが違う。魂を抜かれたカラクリのようだ。こっちには好都合でござんすが。し、抜け。承知。侍をやっつけられるのは侍だけでしょ。使えないな、ロブセリは。ロブセリはもはや機械にございますゆえ。そうだ、手法打とうよ。それは危のございます。先ほどのごとく万が一反射されますれば。いいから撃って。なりませぬ、味方を巻き込むことになりまする。え、味方誰が。ロブセリのことかと。ああ、あれね、反射された時の盾だよ、盾。手法発射、急いで。おーやー、おーおい、勘弁、頼む、引き上げてくれ。侍ならば、己の始末は己でつけよ。できることとできないことがあるんだよ。手法来るぞ。のぶせりもろともって腹か。し、このまま突き進め。元より承知。なんで、何を追っ始めるんで。承知、光に乗る。残念ながら恩は間主様、やつらは。都を蜂の巣にするつもりなの？いかがいたしましょう。みんな神奈村に行って村の連中を人質に取るんだ。そしたらあいつら何にもできないよ。仰せの通り。僕がいいと言うまで村人を殺しちゃダメだよ。よい。勝の字だ。勝次郎様。用意できているな。へえ、目よりも小ぶりだども、その分オラのソロバンじゃ向きさえ合ってればどこまでも飛んでいくだで。でっけえ火つけるだで。うむ、妙案だ。火を持て。狙うは天主ただ一人。発射だ。目標都。勝郎様はこのままでよい。放て。あらら、ら、まずいですよ。ダメだ、届かねえ。ああいう爪の甘さが勝の字っぽいなや。待てか。
から乗れって言ったんですよ。平八殿、人間ゾロが、サブゲーたちはノウセリが村さ来るのを食い止めてるだぞ。八代くん、行きますよ。不愉快だ。ノブセリ全員クビ。平八殿、急増殿か。ここは戦場ですよ。援護願います。私の役目はこの指揮官を天守閣から切り離すことでしてね。式守人からのお土産です。そしてこれが政宗殿のお土産。任務遂行を、援護は任せろ。都が向かってくるだ。誰も止められねえ。
やっぱすんのみんな戦できねえだよ。みんな死ぬんだよ。死なに。あん中でおサブリエ様たちが戦捨てるだ。都が来たら鉄砲さん撃って助け立ちするだ。行け。行って支度せ。勘弁様、そやつは。よう、見つけたぜ、天主。お？どうなってんだこりゃ。影武者ですか。恩福生ゆえか。マロが言ってましたな。天主が恩福生をあちこちの町や村に仕込んでいたと。めんどくせえ。こうなったらみんな叩き切る。それでしまいや。菊池よ。勘兵衛様に似てきましたな。はっ。おい、しっかりしろ。ふん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 。ん？どうした菊池よ。間違いねえ。こいつは農民だ。俺様はな、三日前まで染み込んだ野良仕事の匂いを嗅ぎ分けられるんだ。勘兵衛様。ほらやっぱりそうだ。おめえも。おめえも。お主名は何と申す。助けてくんろ。いい暮らしさせるからって俺たち連れてこられただけだ。喋んな。何も喋っちゃなんねって御天主様言ったでねえか。何やろ。自分だって元は農民のくせしやがって、どこまで農民をコケにすりゃ気が済むんだ。菊千代のおかげで余計な殺生をせずに済みました。おやしに礼を言うこった。本物はどこだ。知らねえ。ただ俺たちはここにいるって言われただけだ。何よ。よせ、無駄だ。行け。ありがとうございます。小屋子の匂いでわかるとは若も驚くであろうな。なんだてめえは。なんで殺した。こいつら関係ねえだろうが。侍か。昔はな。だが今は御天主様に仕える身だから。その天主に用があるんだよ。うわあ。ここを引け。お主たちの部位を思えばここで散らすのはあまりにも惜しい。寝言言ってんじゃねえよ。おめえもおめえだ。あんな野郎の言いなりになんかなりやがって。それでも侍か。黙れ。いかな主君であろうとも、お使いした使命を全うしてこそもののふの道というものであろう。うわっ。勘弁様。うわっ。貴様たちはまさに侍だ。その誇り、その生き様、心底羨望の念を禁じえん。故に貴様たちの最後、せめて刃で送ってやろう。急増だと。やつは俺が斬る。お主その腕は。サワンはまだ使える。
爵を忘れるな。忘れてはおらぬ。村で待つ。わしもすぐ行く。冥府で待っておれ。私がよくぞ戻った。私がこの手で殺したのですよ。わしを救うためにな。私がこの手で九蔵殿を、この命で詫びることができるならば。誰が先に死ぬか、それだけのことだ。生きてもらうぞ勝代、もう少しだけな。どうやってここに。平八殿に。それで平さんは。鉄砲で撃たれ、指揮官と共に死んだのか。あいつも死んだのかよ。なんてこった。これが戦だ。なに、わしらとて長くはない。誰が右京の首を取る。